第84回歴史講座2番目鎖国は必然だった。江戸幕府が鎖国の状態、すなわち極端な制限貿易を選択した背景に、カトリックによる布教が我が国侵略の野望と結びついていたという厳然たる事実を忘れてはいけません。幕府が成立した17世紀前半の世界では、キリスト教、いわゆるカトリックを信仰したヨーロッパ諸国による世界各国の植民地化が進んでおり、我が国にとって例外ではありませんでした。設立初期の江戸幕府は平和的な海外貿易に積極的でした。しかし時が流れにつれて、幕府は次第に貿易を厳しく統制するようになりましたが、その理由は主に2つありました。理由の第一はカトリックの問題でした。幕府は初めのうちはカトリックを黙認していましたが、一神教であるキリスト教の性質から仏教や儒教との対立が深刻化しており、キリシタンと呼ばれた信者たちが団結して幕府に反抗する可能性もありました。しかし何よりも問題視されたのは、カトリックによる布教が豊臣秀吉の時代から続いていた我が国侵略の野望と結びついていたことでした。また同じキリスト教でもカトリックを信仰していなかったイギリスやオランダが自国の貿易の利益を守るためにカトリックに潜むや領的野心を幕府に警告していたのも大きく影響しました。江戸幕府が貿易を厳しく統制した理由の第2は、貿易の利益を幕府は独占するためでした。なぜなら貿易は必ず言って儲かるからです。必ず言っていいほど儲かるからです。外国から輸入するということは、その商品が我が国では手に入らなかったり、手に入ったとしても非常に高価だったりするのが普通です。ということは、輸入によって仕入れた商品は相手がどんなに高価でも手に入れようとしたり、あるいは安く大量に手に入れたりしても結果的に大きにつながるというわけです。もちろん輸出の場合も理論的には同じです。当時の貿易は幕府のみならず西国の大名も行っていました。大名が美味しい貿易を行って、その利益で強大な経済力と軍事力を持つことによって幕府に反逆するようになることを恐れたわけです。でこうした事情を待って、幕府は次第に制限貿易へと転化するようになるんですが、いわゆる鎖国の状態にまで極端な政策を強行するようになった背景には、カトリックがもたらした我が国における大規模な反乱がありました。島原藩が置かれていた肥前の島原は、かつてはキリシタン大名だった有馬晴信が領有しており、その関係もあって領内には多数のキリシタンが存在していました。その後有馬氏が日向の延岡に領地替えとなり、幕府直轄の幕僚を経て松倉氏が新たに支配しました。藩主となった松倉勝家は、幕府に認められたいという意思があったのか、キリシタンへの弾圧を強化し、同時に農民への過酷なリンゴの取り立てを行いました。キリシタンから回収しないものが雲仙岳の河口に放り込まれたり、年貢を納められない農民が見るで縛り上げられ、生きたまま火をつけられるという身の踊りと呼ばれる拷問を加えられたりしました。また同じくキリシタン大名だった小西行長が関ヶ原の戦いで処刑された後に、唐津藩が留意していた肥後の天草においても、藩主の寺沢片隆による農民への圧政とキリシタンに対する弾圧が続いており、島原や天草のキリシタンや農民たちは日々追い詰められていきました。寛永10年1637年、圧政に耐えかねた島原と天草の農民やキリシタンを含む農人たちが大規模な一揆を起こし、天草四郎、松田時佐を中心に3万人を超える勢力が島原の原城を後に立て込まれました。世に言う島原の乱、もしくは島原天草一揆の始まりです。これに対し幕府は板倉重政を島原へ派遣しましたが、うまくいかず、板倉は翌寛永15年1638年の旧暦元日に総攻撃をかけた後に討ち死にしました。幕府は老中の松田信綱、水の神知恵津と呼ばれてですね、彼を新たに派遣して12万以上の軍勢で陸東国から原城を取り囲みました。信綱はオランダに頼んで大砲を原城にかけて砲撃しましたが、外国人の助けを借りるとは何事かという批判が高まり、すぐに中止されました。しかし原城に立てこもった行き勢にとっては、頼りにしていたキリスト教カトリックのポルトガルからの救援が来ないどころか、プロテスタントのオランダが攻撃を仕掛けてきたことで心理的に大きな影響を与えたのではないかと考えられています。さて先の総攻撃で板倉など4000人以上の死傷者を出した幕府側は、一騎勢に対して兵糧攻めの作戦に出ました。長引く戦いで兵糧や弾薬が尽きた一騎勢は次第に苦しくなりました。持久戦を選んだといえ、あまりの戦いが長引くと幕府の威信にかかると判断した信綱は、旧暦2月28日に総攻撃をかけて一騎勢を弾圧することに一騎勢を鎮圧することに決めました。しかし
露骨な動きを察した肥前藩の鍋島勝氏が抜け駆けをしたために一日総攻撃が早まっただけでなく、指揮系統が乱れたことで幕府は混乱し、死者1000人以上、負傷者を合わせれば1万人を超える被害者を出してしまいました。一方の肥前も壊滅状態となって、天草治郎が移るなどほとんどが殺害されました。こうして柴の難は弱く鎮圧されましたが、幕府は受けたダメージはかなり大きなものになりました。なお、乱後に松倉勝家は領地を没収されただけでなく、大名としては異例の斬首刑に処せられ、寺沢忠敬は唐津藩のうち、領地のうち山草領を没収されると、ショックを受けたのか後に自害して、寺沢家を追い入れ断絶になりました。また、抜け駆けをした鍋島勝氏も罰を受けています。大名への斬首刑の厳しい処罰を行ったということは、それだけ幕府が島の乱が起きたことに大きな衝撃を受けていたということであり、この後、幕府はますますキリスト教カトリックへの弾圧を強めるようになりました。なぜなら、幕府を頂点するいわゆる幕藩体制が武力で他藩などを支配することで成り立っていたからです。柴原の乱が数ヶ月も鎮圧できなかったということは、幕府のプライドを大いに傷つけたのみならず、他の藩に自分たちも幕府に反逆できるかもしれないという流れを生み出しかねない深刻な事態でした。しかも柴原の乱の中心となったのはキリシタンの勢力ですから、もしこのままキリシタンを野放しにしたことで第2第3の島原乱が起きてしまえば、それこそ幕府の威信は文字通り地に落ちてしまいます。だからこそ幕府は二度と自分に逆らう勢力を誕生させないため、史実の通りカトリックを禁教にするとともに信仰する諸国との国交を断絶し、同じキリスト教でもプロテスタントであり我が国を布教しないと約束したオランダや、同じアジアの国同士であるチャイナの清国や朝鮮など限られた国との間でしか貿易を行わないようにしたとも考えられるわけなんですよね。